駄菓子屋トカゲのおっさん監修の爬虫類ケージを作るということで、ケージの形でございます。トリカって言って飛んでなーって言ったんですよね。はい、ただトカゲのおっさんキュンです。キュンですってよ。はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、駄菓子屋トカゲのおっさん監修の爬虫類ケージを作るということで、その位置をやっていきたいと思います。で、今日はどんなケージを作るかと、実際にケージを作ってもらう会社ですね、そちらに行っていろいろご相談するっていう感じになっております。で、イメージとしてはこれですね、レプタイルボックス、このレプタイルボックスみたいなスタイリッシュな感じに仕上げようかなと思ってます。じゃあまず僕が描いたこの設計図、これをねちょっと紹介しようと思います。はい、こちらがおっさんの頭の中にあるケージの形でございます。なるべくね伝わりやすいように描きましたけど、はい、まず形はこんな感じですね。で、サイズがここが23センチで、まあ奥行きになるんですかね、奥行きが40で高さが23ですね。そういう感じのケージになってます。で、こことここは空洞なんですよね、開いた状態です。なんとなくねこの絵でわかるかなと思うんですけど、で、ここの部分は3センチでこういう風にちょっとね段差があるんですよね。これがいいか、ちょっと段差があって、これが蓋なんですけど、それを開けた時にこの床材が落ちないような感じになってますね。こっからパカッて開くような前開きのイメージですね。で、この上の部分だけ開いて下の部分は少し残る、中にソイルを引いてる人はこう出ないっていうね感じですね。で、こっち側にも同じのがあるんですよね。こっち側はまあ10センチなんですけど、なんでこっち側にもあるかっていうと、こういう風に使う縦型、こういう縦型でも使えるようにしてます。こっち向きにすると高さ40のケージになるんで、樹状性のトカゲさん、クレステッド月光とかそういうのを飼育できる感じですね。10センチに設定した理由は、両生類の人、カエルさんとかアカハライモリさんとか、ちょっと水が必要な人、そういう両生類の子も飼えるっていう、それで10センチにしてます。で、こっちもここが開くんですよね、パカって、こういう風にパカッと開くんですよね。で、この材質、この材質はなるべく低コストのやつ、僕が狙ってるのは高級ケージじゃなくてレプタイルボックスみたいな、なるべく買いやすい値段のケージを目指してるので、もしかしたらプラスチックとかになるかもしれないですね。縦向きで使う人と横向きで使う人がいるので、例えばレオパさんの飼育の時はこれとこれ、これとこれのセットですね。で、クレステッド月光とか買う人はこっちのセットですね、これとこれがセットのやつを買うっていう感じですね。で、こっちの方は観察する部分なんで、なるべく透明度の高いもの、アクリルとか、まあプラスチックでもすごい透明度の高いやつを選ぼうと思ってます。で、ここですね、ここは断トツがつけれるように、この耐熱100度以上耐えれるようなやつ、電子レンジで使えるプラスチックってあるじゃないですか、そういう材質のものですね、それで作ってもらおうと思ってます。断トツの裏側なんで100度もね多分いかないと思うんですけど、まあ、100度ぐらいあれば問題ないんじゃないかなと思ってます。で、この断トツの穴があるって感じですね。で、コード類、断トツのコードとサーモスタットのコード、あとは温度計にコードがある人はここに入れる感じなので、3つ作ってもらいます。で、この小さい点々は通気口ですね、断トツ S に合わせた場所に開けてもらおうと思ってます。で、こっちも一緒ですね。で、これが上から見た映像です。で、蓋の裏ですね、蓋の裏は
こういう風にちょっとくぼみがあって手がね引っかかるようになってます。で裏のここら辺に、まあ、磁石をつけてもらう。で本体の方も磁石がついてる状態ですね。まあ4個か2個、多分ね2個でいい気もするんですけどね、磁石の強さにもよるんですけど、それをつけてもらって扉のロックですね、それをしようかなと思ってます。このレプタイルボックスのこのこれですよね、磁石、こんな感じのをねつけてもらおうと思ってます。はい、で拡大したらこんな感じですね。これはあの扉の横ずれを防止するこのちょっと出っ張りみたいなやつですね。ちょっと分かりますかね、こういうイメージです。そんな感じですかね。なかなか面白いケージなんじゃないかなと思います。この横向きでも使えるし縦でも使える。で見た目はレプタイルボックスみたいなシュッとした感じで、ダントツもつけれるっていう感じですかね。でなるべく低コスト買いやすい値段で作ってもらうっていうのが僕の希望ですね。はい、はい、ということでね、おっさんの頭の中にあるケージの形を紹介しましたけど、これがねうまくできればいいんですけどね。はい、じゃあ今からですねこのケージを作ってもらうところ、そこに行ってお願いしてこようと思います。じゃあ行ってきます。そうですか。はい、ポリカって言って透明なやつなんですよね。はい、ただあの透明なのっていうのがあのこれにまだあの色がついたりとかいろいろあるんで、あまり透明なのはあまりしないんですよ。あ、そうなんですね。はい、うちのものは色がついてるっていうか、あ、透明がないんですね。じゃあ、はい、透明のものを使ってる、使ってるって言ってもちょっとすみません、いいとこないですね。分かりました。はい、すみません、申し訳ないです。トリカーのね、はい、そうです。ちなみにその色とか関係なくこういうのを例えば作ってもらう時代いくらとかかかる？もう田中さんだけで多分100万、まあ、そうですね、と思いますね。その金型取ってで、なんいくらでこうできていくっていうか、まあ、金額はちょっと何とも言えないんですけど、100円とかいう形じゃないんじゃないかな。もうこれですね。はい、そうですね、わかりました。はい、すいません、いろいろ知っていただいて、はい、ね、いかがでしたでしょうか。とりあえず今日行った会社さんは取り扱ってる素材が違うみたいでダメでしたね。ついでに作ったらいくらかかりますかっていう話をして、金型を作らないといけないんで100万円ぐらいかかりそうですっていう話でしたね。はい、まあそうですよね、やっぱりプラスチックでも何でも製品にするまでに金型が必要なんで、それの関係でなかなか厳しいですね。はい、でもおっさんはね諦めずにまた他の会社でもねちょっとなんとかできないか相談してみたいと思います。ポリカを取り扱ってる全国の会社さんですね、ケージ作りをしている会社とかいろいろあったんで、今度はねそこにオファーしてみたいなと思ってます。まだまだね、おっさんケージ作りは時間がかかりそうですけど、なんとかね、形にしていけたらなと思います。はい、そんな感じでね、これからもこのケージ作りの動画は出していきますので、よかったらチャンネル登録をしていただいて楽しみにしていてください。今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。